はい、どうも皆さんこんばんは。無限カズゲーム実況チャンネルです。本日はデトロイトビカムヒューマン第5回をやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。大変、どうしましょう。セーブデータが破損してしまったようです。え？冗談ですよ。おい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 、いきなりそういうのやめよ。さあ、というわけでですね、前回の続きからやっていきたいと思います。皆さん一緒にデトロイトの世界へ行きましょう。 GO! さあ、コナーの話からですね。アマンダを見つける。アマンダって誰？さあ進んでいきましょう。アマンダって誰？まっすぐでいいのかな。あ、なんか人いるね。あそこ行けばいいのかな。ここはどこなんでしょう。なんかめっちゃ綺麗な場所だね。これがアマンダかな。こんにちは、アマンダ。コナー、会いたかったわ。どうも。よくやりましたね、コナー。よくあの変異体を見つけてくれました。それに尋問の仕方も実に巧妙でしたね。いえいえ、あなたはとても優秀だわ、コナ。ありがとうございます。ありがとうございます。 DPD に変異体を移送するよう要請しました。事件の真相が何かわかるかも。この人は上司なのかな。尋問はかなりの困難を伴ったようですね。変異体をどう思いました？変異の兆候、変異の兆候が見られました。不安定な認識、予測不能な挙動、人間のような感情の模倣、死を怖がっていた。明らかな機能障害です。コーナー、アンダーソン警部補が公式に担当になったようですね。彼をどう思います？興味をそそられる。彼は短期で気難しい人物です。ですが昔は良い刑事だったようでした。興味深い人物です。残念ながら協力し合うより他ありません。どう接するつもりですか？有効的に友人関係を築けるように努力してみます。信用させることができれば捜査も前進するでしょう。なんでダメだった？変異の兆候を見せるアンドロイドが増えています。何百万ものアンドロイドが万が一暴走すれば大変なことになるでしょう。あなたはサイバーライフが生み出した最先端のプロトタイプ。事件を解明できるのはあなたしかいない。お任せください、アマンダ。頑張ります。急ぎなさい、時間がないわ。わかりました。アンダーソン警部補を見つける。受付に向かう。話す。ご用件は？アンダーソン警部補に面会を。許可の確認を。ああ。接続する。警部補はまだ。すごいね、もうこれだけでやり取りができるんだ。アンダーソン警部補のデスクを見つける。何見てんのこれ。国境での緊張は高まる一方です。昨夜ロシアの貨物船とアメリカの巡視船が衝突したとの情報が入りました。
威嚇射撃がかわされたものの、双方に損傷や負傷者はないとの確認が取れています。アメリカのニュースって感じだな。国防長官であるデニス・リグス氏はこれ以上過剰な挑発を見過ごすわけにはいかないと言明しています。北極圏に面する国、とりわけスウェーデンとカナダ、この両国は速やかに国際会議を開催し、軍を撤退するよう呼びかけています。ですが今のところモスクワも、なんかこの世界はあれだね、ロシアとアメリカがずっと揉めてるね。状況の変化が確認され次第随時番組でお知らせします。行きましょう。うわ、なんかいっぱいあるな。アンダーソン警部補のデスクを教えてくれ。あちらのデスクです。あれ待って、これトットじゃない？今のトットじゃない？いけないからまあいいけど、トッドっぽかったな。何を調べんのこれ。そこの二人引きなさい。ああ名前見ていけばいいのか。また本ある。ロボット子育て三原則、岩の不思想の反発。まあいいや、これ本なんか意味あんのかな。もう全然わかんないわ。読んだ方がいいのかね。ウィルソン話、ハンク・アンダーソンあった。すみません、警部補はいつも何時頃到着されますか？前の晩どこにいたかによるな。昼前に現れたら驚きだよ。どうも。アンダーソン警部補を待つ。座る。座り方かわいい。新しい職場を探索する。もしもし、立つ。何のために座ったんや。変異体の様子を確認する。あっちになんかある。あ、話す。まだいるのか。事件は解決したはずだろう。延長されたんです。ハンクが聞いたら大喜びだろうな。お前の言った通りだったよ。一晩中おとなしくしてた。昼には移送されるはずだ。ああ、変異体ね。どうしよう、変異体行った方がいいのかな。再生する。ナイト・オブ・ザ・ブラックです。デスメタル聞いてんのかな。電話をかける。ハンク・アンダーソンに電話。もしもし、ハンクだ。今は出られない。メッセージを残してもいいが、かけ直すとは限らないぞ。ピーじゃあな。メッセージを残す。どうも警部補、コナーです。サイバーライフから派遣されました。
もうすぐお昼ですよ。オフィスでお待ちしています。あ、来た。またお会いできて光栄です。だが嘘だろ。ハンク、オフィスに来い。分析する。コーヒーカップ、冷えたコーヒー、カフェインの痕跡、イロハモミジ、ドーナツ、反アンドロイドのスローガン。アンドロイド好きじゃないんだね。デトロイトの野球帽。野球好きなのかな。デトロイト市警、レッドアイスの売人ネットワークを摘発。国内で50人以上を検挙、凶悪な売人を逮捕し拡大し続けるレッドアイスの悪夢にデトロイト市警が終止符を打った。これにより麻薬売買は推定で50万ドルに及ぶ規模で縮小。若くして才能あふれるハンク・アンダーソン・デカは刑事はこの何ヶ月にも及ぶ作戦の立役者と言われている。アンダーソン刑事とチームの活躍は捜査員の鏡と称されているとのことだ。アンダーソン刑事、警部補に昇格。デトロイトで新たにレッドアイスの売人を検挙。優秀な警察官なんだね。2027年レッドアイス特捜部。マッチ。け、犬飼ってんのかな。アンダーソン警部は賞を授与された警官だと。チーコッカー。毎日10件もアンドロイドから昔から通報はあったが、ばあさんのアンドロイドが行方不明だとかその程度だった。それが今じゃ暴力沙汰や昨夜みたいな殺人事件まで起きてる。これはもうサイバーライフだけの問題じゃない。犯罪として捜査を始め大事になる前に手を打たなきゃまずいことになる。変異体の事件が急速にこのアメリカ中で広がってるってことなのかな。なんで俺が担当なんです。俺なんかよりこの事件に向いてる奴は山ほどいるでしょう。俺はろくにアンドロイドのことも知らなけりゃ携帯だってろくに使いこなせねえってのに。みんな手一杯なんだよ。それにこの類の調査はお前にうってつけだろ。ふざけんな。どうせアンドロイドの調査をしたがる奴がいなくて俺に押し付けたんだろうが。サイバーライフのアンドロイドが捜査に協力してくれるこの最新鋭のプロトタイプがお前の相棒だ。冗談じゃないね。相棒なんていらねえし、プラスチックの塊なんて持ってのほかだ。プラスチックじゃない。おい、そんなに私を怒らせたいのか。ハンク、お前は警部補だろ。減らず口を叩く暇があったら私の命令に従え。減らず口叩かせてんのはあんただろ。ああ、もういい。今のは聞かなかったことにする。お前の小説みたいに分厚い懲戒フォルダにこれ以上ページを増やすのはごめんだからな。問題ケースなのかな。この話はもう終わりだ。昔は優秀だったけど、なんで俺をこんな目に合わせるんだよ。今はなんか問題が多いんだね。ハンク、お前の文句にはもううんざりなんだよ。なんかアンドロイドがきっかけでそういうことになったのかな。それじゃあもう出てってくれ。私も忙しいんでね。アンダーソン。アンダーソン警部補がこの捜査に適任かどうか少々疑問があります。おい、アンドロイドの分際で俺に口出しをする気か。さっさとオフィスから出ていけ。では失礼します、警部。すいませんね、出しゃばって。どうしよう、変異体の様子を確認しに行こうか。どこにいんの。
あ、入れない。どこ？あっち？わ、いた。僕は廃棄されるんだ。あ、正直に伝える。おそらくね。君の生体部品を分析して何が起きたか調べるんだよ。まだ話していないことがあるんだろう。頼む、連れて行かれる前に教えてくれないか。何聞こう。彫像。君の作った彫像、あれは何なんだ。僕は死んだ。教えてくれんか。すまんね。アンドロイドでも人間でも人を殺しちゃダメなのよ。おい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 、自己破壊？うわあ。連絡してくる。片付けておいてくれ。廃棄される前に自分で命を絶ったんか。喧嘩売られてるじゃん。取り調べしてる。なんもないね。トイレ。いる。そんだけかい。ネクタイ整えただけかい。ハンクのとこ行きましょう。理解をします。私の存在があなたを不快な気分にさせているのは心得ています。それについては申し訳なく思っているんですよ。パートナーになったことですし、仲良くしませんか。聞く耳持たず。ですね。どこかに使ってもいいデスクはありますか。そこなら空いてるぞ。座る。あ、なんか聞けるね。どうしよう。アンドロイド嫌いの理由聞きたいけど、これ多分聞くという
好感度下がる気がするんだよな。音楽ナイト・オブ・ザ・ブラックですがお好きなんですね。私も好きです。とてもこうエネルギッシュで。お前ヘビメタ聞くのか。まあ音楽自体それほど聞きませんけれど興味はあります。もう上がった。犬、犬を飼ってるでしょ。なんで知ってる。犬の毛が椅子に。犬は好きです。犬の名前は関係ないだろ。相撲だ。あ、教えてくれた。相撲って呼んでる。相撲かわいい。相撲、バスケットボール。デトロイトギアーズのファンですか。帽子あったもんね。昨日のカーターが 53% のスリーポイント成功率でしたね。見ましたか。お前がバーに現れるまで見てたんだがな。ああ、評価下がった。これもファウラー警部はさっき揉めてたからね、多分評価下がると思う。で出勤時間もあんまり問い詰めたら多分ご機嫌損ねると思うんで調査を始めよう。変異体のファイルがあれば目を通したいのですが。デスクに端末があるだろう。どうぞご自由に。アクセスする。あ、出てきた。事件ファイル。被害者ゴードン・ロペス。被害者はいつも通りアンドロイドを家に残して出勤したが、帰宅したところアンドロイドが失踪していた。家に押し入りの形跡はなし。アンドロイドが命令なしに家を出た可能性。被害者チャールズ・ベル。被害者はチャンバーレイン通り842番にあるレストランチェーン店ファーストコニードックでウェイターとして働く、AV500 に襲われたと主張している。被害者によるとアンドロイドは現場から逃走する前に逃走被害者を突き飛ばし首を絞めた。アンドロイドは現在も逃走する。被害者サラ・コーンウォール。被害者は所有していた AP700 に襲われアンドロイドは逃亡前に複数の部屋を荒らしている。被害者フロイド・ミルズ。被害者であるエデンクラブのマネージャーは成人用アンドロイド WR400 の失踪を通報。アンドロイドは客を家まで送り届けそのまま失踪したものとみられる。被害者レオ・マンフレッド。レオ・マンフレッドは父親カール・マンフレッドの自宅で意識を失った状態で発見された。カール・マンフレッドは息子と所有するアンドロイドが言い争っていたと証言。アンドロイドはプロトタイプとされ現場に駆けつけた巡査に破壊されたとのこと。これマーカスのことだよね。マーカスのこともう書かれてるね。あ、カーラじゃん。ほら、被害者トッド・ウィリアムズ。被害者は所有していた AX400 型に襲われたと主張。アンドロイドは数日前に修理から戻り、過去に敵の兆候が見られた。だから、この事件の報告をさっき死に来てたんじゃない？トッドが。ねえ。あれ多分トッドでしょう。もうないか。ファイルをスキャン。243件も。1件目は9ヶ月前です。デトロイトで始まり急速に国中に広がっている。AX400 型が昨晩人間を襲ったそうです。そこから捜査を始めると良いかもしれません。急に変異体が広がり始めるって何か意図的なものがあるのかな。気になるよね。理解を示す。あなたが個人的な問題を抱えているのは理解しています。ですがそのことは割り切って捜査を。おい、もう喋るな。うんざりだ。言い方は嫌だよね。割り切ってとか言われても。うわー、どうしよう。毅然とした態度を示す。
私の任務は事件の解決です。あなたの機嫌が治るのを待っているつもりはありませんよ。あいいかてめえ、めっちゃ怒られた。俺の好きにできるならお前をゴミ箱に放り込んで火をつけてやる。いいか、俺を怒らせるな。じゃなきゃ痛い目見るぞ。警部補、お邪魔してすみません。ゆうべ男を襲った AX400 型の情報が入りました。現場はレイブンデールのようです。ああ、わかった。めっちゃブチ切れられた。そんな怒る？なかなか仲良くしたいのに仲良くできません。ハンク 80% コンプリートね。ハンクが手がかりを得た。さあ次行きましょう。あ、これはカーラだね。アリス無事でよかった。何事もなく朝を迎えれたね。立ち上がる。調べる。アリス寝てるね。火をもう一度起こす。R1。 木を探す。また本だよ。サイバーワイルドライフ。カナダ、アンドロイドがいない国。正常な空気と温かい歓迎の国。カナダはアンドロイドいないんだ。なるほどね。手に取る。アリスが起きるのを待つ。あのアンドロイドはどこ行ったの？いないね。調べる。あのアンドロイドだね。昔の写真かな。なんかある。 RA9。 何なんだろう RA9 って。鳥？本物？なんでこんなの持ってんの？時計？壊れてる。お金。いやいや、取っちゃダメでしょ。戻す。なんか意味あんのかな。まだ起きないね。これ2階行ってみよっか。見た目を変える。そうか、アンドロイドの見た目してたら捕まるもんね。服ある？ないね。こっち？ない。
っちか。あ、あった。ここか。あ、いいじゃん。着替えよ。あ、めっちゃいいじゃん。おしゃれおしゃれ。髪を切る。髪を切る。どこで？あっちか。見る。あ、ハサミある。掴む。切ります。えい。あ、切った。あ、かわいい。ショートめっちゃ似合うじゃん。カーラー。AX400 のオプションにアクセス。髪の色を選ぶ。え、髪色変えれるの？三角、金。あ、いい。四角、白。あー、これもありだね。丸黒。ああ、黒もいい。四角茶。どうしよう。金かな。いいっしょ、これが。かわいいもん。終える。あ、やっぱリング外すんだ。取れた。わあ、もうこれで人間だよ、もう見た目。え？ちょっと待って。これ手じゃない？このカーテンの下から出てるの手だよね。ほら、開けれるよ。ちょっと待って。え、怖いんだけど。開けていい？開けます。あ。えい。あー、ほら。やっぱり。え、あのアンドロイドがやったんでしょう？だってあの RA9 って書いてたアンドロイド殺人してたもんね。あ、警察？助かった。行っていい。あれ？ちょっと待って待って待って。のため何か目撃情報がない。さあ皆さん来ましたよ。ついにカーラとコナーのストーリーが交わります。どうしたもんかね。うわ、やば。え、これどっち操作すんの？通りかかったバスに乗って終点まで降りなかった。恐怖に駆られたことによる突発的な行動。アンドロイドが恐怖だと？変異体ですよ。感情に圧倒されると理不尽な決断をするんです。それで一体どこにいるんだ？まだ近くにいるのか。計画もなく行くあてもない。すげえかもな。コナー全部的中してるじゃん。え、これどうすんの？わわわ
何してんの。この子に食べ物を見つけてきた。いや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 。ほら食べよ。昨日の誤解を解くためのプレゼントだよ。料理するんだ、人間がするようにね。いやいやいや、人間でもそんなの食べないのよ。ほらほら、そこに座って。いや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 、ちょっと待って。どうしようどうしようどうしよう、ちょっと一旦座ろう。一旦座ります。よし、それでいい。ラルフはこの子のために一生懸命食べ物を探してきたんだよ。いや、それはありがたいんだけど、その食べ物よ、それよ、もう獣なのよそれ。よし、絶対に気に入る。わあ、マジ。とってもジューシー。うん、わかるよアリス。ジューシー。待ってね。なんとかするからアリス。父さん母さん娘だ。ねえカーラ、私食べたくない。なんだって。ああ。ああ、嘘、ああ、嘘つく。早く食べたくて待ちきれないって。すごくお腹空いてるの。絶対に気に入ってくれるはずだ。ラルフは一番大きいのを取ってきてやったんだからな。うん。おもろい。いやいや、ジューシーだぞ。それ何よ。ジューシーだ。いや、ジューシー。ジューシーはわかるけど。さあ、ほら。食べて。いやいや。いや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 、食べれないよね。おいおいおい、やめろや。ちょっと待って、どうしよう。食べろ。死体について聞く。2階で死体を見た。あんたがやったんでしょ。人間を殺したんでしょ。いや、違う、見つけた時死んでたんだ。いや、嘘だね、嘘だね。あなたが殺したんでしょ。嘘をつかないで。人殺しをするなんて、あなたも人間と同じよ。殺すんじゃなかった。違う、ただラルフは、うん、怒りを抑えられなくて。ラルフも虐待されてたのかな。怒るとラルフは我を忘れるんだ、憎しみでいっぱいになる。うん、悪かったよ。ナルは友達だろ。なら行かせて。すみません。あ、マジか。フェンスにブルーブラッドが、他にもアンドロイドがいたんだろう。わあ、もうこっからコナー捜査です。え、マジでこれコナーでカーラ捕まえるの。捕まえたくないよ。やば。覗く。家の中にアンドロイドがいる。開ける。これどうなんの。あれ、カーラいない。アンドロイドをスキャンする。ん、 AX400 を探している。見かけたか。誰も見てない。スキャン。LED 作動中。ソフトウェアに、これなんて読むの。自己破壊の可能性低い。WR600 型庭師。庭師だったんだね。やけどの後、修復不能な皮膚損傷。ストレスの原因を解明する。どうしていけばいいのこれ。なんか見ていけばいいのかな。L1。ワイヤーを切るのにちょうどいい道具。他のアンドロイド。ここに他のアンドロイドは。他のアンドロイド。いや、一人だよ。ゲーム調べる。
RA9 って書かれてるの見たね。何か異変を察知したんじゃない？コナーは。L1、 アンドロイドは暖を取る必要がない。3人分の食器、食べ物、アンドロイドは食事を取らない。安心させる。怖がらないで、傷つけたりしないよ。フェンスにブルーブラッドが、他にもアンドロイドがいたんだろう。ラルフが引っ掛けたんだ。ラルフの血だよ。2階。2階に人は？いや、いないよ。アンドロイドは嘘をついてない。2階にはいない。ストレスの原因、これ何なの？こっち行ったら下がるんだよね。この辺がすごい高くなるんだよ。この辺にいるの？でも2階行けないよね、もう。2階行けないのよ、もう。あれ？この下？ほら、お前そこで何してんだ？あ、今行きます。ここだ。あ、いた。カーラ、逃げろ、早く！うわわわわ、どうなの、どうなの？コナー、どうしたんだ？いました！応援を！どっちに行ったんだ？あっちだ！地下鉄の駅に向かったぞ！え、これコナーで追いかけんの？え、これ捕まえていいの？どこ行った？いた、あそこだ。あ、いた。とりあえず追いかける。うわー、出会った。うつだ。あ、ダメ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 だ。どうすんのこれ。高速道路だよ。なんだ。これ行くの？ちょっと待って、どうしようどうしようどうしよう。渡る。危ない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 。丸バツ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 。あ、危ない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 。バツ。おい、何してる？逃がすわけには。いや、こんなん行かんでいい、行かんでいい。捕まえ、捕まえんでいいって。ダメ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 。諦める諦める。追うんじゃない、コナー、命令だ。いや、いいよ、バツ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 。あ、危ない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 。おい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 、丸丸丸。バツ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 。おおお、わあ、逃げ切った。大丈夫、アリス。めっちゃ無茶するじゃん。すごいね。二人のストーリーここで絡まったよ。もうすごいもん、分岐が。ここもほら、ここも多分3つぐらいエンディングがあるね。
うわすごいこの辺ほら死亡あじゃない逃亡か 36% コンプリート。いやすごかったですねいや面白いわデトロイトビカムヒューマン。はいというわけでですね今回のゲーム実況はここまでにしておきたいと思います。ご覧になっていただいた方本当にありがとうございます。よろしければ高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。バイバイ。